そうですね、いろいろ自信もありますけど、まあでも本当にもう試合をすればするほどね、選手たちがね、自分たちでこうどうやってハーモニーをねこう奏でていくっていう状況になってると思うんですよね。だからそう、本当にだから秋田の記者会見でも話しましたけど、まあ、だから同じ秋田とやってどういうバスケットできるかっていうのはこっちもすごいね、あの反省、あのどれだけ成長したかっていうところの計りには慣れたので、あの時に本当にその試合があの川崎なんですよ、週末に。あでもあそこから本当にこう、うん、抜本的って言ってもいいと思います。だからそれが根本的、あの本当にコウスケがあのコーナーでスリー打つような状況が多くなったみたいなのが一番代表的な例で、でもそのスペーシングからみんながそれぞれどうやってバスケットするかっていう発信なので、あのそれが本当にこう、まあ その中でもね、まだこうトライアンドエラーみたいなのは結構ありながらも、ここまでこう積み重ねてきていろいろやってきたので、ただね、もうちょいツーポイントの取り方工夫しないと苦しむかなっていう、あのそこがうちの今の最終的などうやって最後2点取りに行くかっていうところ。結局秋田戦とか、まあ、90点とかっていくゲームってなんだかんだ、だから全員得点とか、このちっちゃい積み重ねの2点とか3点がすごい大事で、じゃあ今結構この間の試合もほぼ出てる選手がスリーポイント決めてる状況で、その誠と DJ 以外のところを、まあ、僕もそうなんですけど、相手だったらあのね、誠と DJ 以外のところに点取らせないっていう考え方するんですよ、やっぱり。あの他の積み重ねをどれだけこう抑えていくかっていうのもすごい大事で、でも同時にそういう試合になった時に本当にインサイドの選手、バックアップの選手も含めてちょっとした2点、ちょっとした3点っていうのが入っていくっていうのもがあれなんで、まあはい、そこは一つ本当課題かな。まあ一番そのね、今13連勝でしたっけ、13連勝してる時の一番のウィークポイントってむしろ13連勝してることだと思ってるんで、まあ要するに安易にね、また試合に臨んだりとか、まあ勝てるだろうとかって思ってる状況だとあれなんで、まあだから最近チームにも話してるのが、むしろあのもう優勝を狙うじゃなくて、もう優勝するチームだと思い込んで、じゃあそれから逆算、今から何連勝するところの問題じゃなくて、優勝するチームとしてあるべき姿、うん、優勝するべきチームとしての一員とか行動、プレー全てに対して、むしろ本当にそっちの意識していった時にそんなふぬけたプレーできないでしょっていう、あの結構強い言葉でこの間秋田戦の前も話して、もうその何連勝とか勝ってるとかじゃなくて、本当にもう逆算方式でチームとして臨んでいかなきゃダメだよっていうところ、自分たちにむしろプレッシャーかけていくっていうね、あの状況にして今からしていかないと、いざそこのまたね苦しい状況になってきたら遅いんで、あのでもみんなそういうのはまあ経験ある、そこそ本当に経験あるあのチームだと思うので、あとは若手がねもうそこのいやむしろ言ってるプレッシャーで飲み込まれずにね、まあ、っていうかまあプレッシャーになるとは思うので絶対あの、うん、もうそこをどうやって戦っていくかだと思うので、はい、まあ、ファンの方々も一緒にね本当にもう優勝っていうのをもう意識してあのもう臨んでいくっていうのはもう当然の今ステップだと思っているので、はい、あの必死だからもう必死にやっていくだけじゃないですか、もう逆に勝って当たり前もないし一個一個ちゃんとやっていきたいなと思います、ね、そうですね、あんまそういうの意識してなくて、もう今聞いてああそうなんだっていう、まあまあ頂上耳にしますよ、何連勝何連勝とか、なんか別にそこが目標じゃないし、ただただチームとして一戦一戦目の前の試合に向かっていって、その結果が勝って、それがただ積み重なってるだけかなっていう感じですね。そうです、まあ去年とあんま気持ち的には変わってないですけど、やっぱ出たら出たで何かしようとしなきゃいけないと思ってますし、でもなんかこう去年やっぱ負けてしまって出れなかった分、今年にかける思い、まあ僕だけじゃなくみんな強いと思うんですけど、まあこうも負けてしまった時のダメージがすごい、まあ去年も悔しかったですけど、より今年の方がでかいなっていうイメージが自分の中であって、本当に、まあ、何回言ったことあるんですけど、もう本当にご飯も食べたくないし寝れなくなるみたいな感じになっちゃうんで、そこは去年にはあまりなかった感情で、まあ、その分やっぱ今年にかける思いもありますし、自分がどう貢献したいかっていうのもあるので、そこは去年とは全然違うとこかなと思います。そうです、まあ、チームのとしては本当にお互いがお互いのいいところを出せるようにっていう話もしますし、まあ、ディフェンスは本当に変わらず
こうチームとしてどうやって守っていくかっていうのを毎試合毎試合相手によって変わってますけど、そこは本当にミーティングコーチ陣とかも含めてよくコミュニケーション取れてるなと思いますし、そうですね、やっぱこの場所でやるのは本当に特別だと思いますし、相手にもこうプレッシャーを与えてくれるような雰囲気を作ってくれるので、やっぱそこで勝つことによって自分たちもより自信になりますし、相手にも余計なプレッシャーも与えると思うので、そこはまあもう残り今シーズンは残り少ないですけど、こうその中で皆さんの前で勝ちというのを届けたいと思いますし、そのためにも自分たちも精一杯頑張るので、ぜひ全力で応援していただけたらなと思います。
はい、終わりましょう。まあ明日ももう続くのでね、まあ本当にタフな相手だし、今日もやっぱり後半苦しいところでまたこう、みんながこう、ハドル組みながらこうやってベンチを取って、対決しようとしてたっていうのがすごい、so really、本当に簡単な相手じゃないし、まあ、It's not an easy opponent, so. まあ明日またしっかり準備して、ちょっとね、だからそこら辺のディフェンスのところでこ うまくいかないなっていうストレスで、でも今年の一つの勝ちパターンであるのが、結構ディフェンスがうまくいかないとオフェンスもズルズルいってしまうっていうのが結構今まであったと思うんですけど、まあそれも選手とまあ個人の信頼関係もあると思いますけど、まあ、どこかでこうアジャストできるだろうなっていう多分信頼がありながらも、多分そこで自分たちはだからまあやれることをやり続けるっていうところで、はい、まあ、ちょっとね今日そこの対応は本当に自分としてはもうちょっとうまくできたなっていうイメージはすごいあったので、まあ、先ほど言ってまあちょっとやられすぎかな、イメージちょっとやっぱこのペースなんで、まあ、60点台は難しいでしょ、やっぱ70点ぐらいには抑えなきゃいけないで、確率で言ったらやっぱ上げられちゃってるので、まあ、非常に反省は出たゲームかなと思いますね。まあ、もう本当にシーズン中そういう場面で本当に選手が本当に解決していると思いますし、まあ、でもよりやっぱ千葉の試合ね、やっぱ天皇杯負けたっていうイメージがあそこで食い止められなかった、せっかくリードがあったって、まあ、逆のパターンもあるじゃないですか、これから僕らが負け出て追い上げなきゃいけない、でもどっちかというと今年シーズンってそのさっき言ったように、ね、リードがあった状況からこうちょっとこう詰められるっていう試合展開は多いとは思ってて、まあ、それはやっぱ選手たちがこう素晴らしい、ね、仕事をしてるからこそなんですけど、でも多分そのイメージがやっぱ今日とかも多分みんなちらついてると思うんです、やっぱであの時にやっぱり乗り越えられなかったっていう悔しさは本当に尋常じゃなく多分みんな持ってると思うので、あえて僕もだから触れてないし最近も、まあ、でもそういう一瞬一瞬で本当にこうみんな意識、あ、ここだぞっていうスイッチはこう入ってるのかなっていうイメージなんです。まあ、でもちょっとまだまだかな、今日もだからベンチとか行ってる時に田渕さんとか康介とかハードル組めってまだ言われてるところはちょっとまだまだかなと思いますね。いや、まあ本当にこういうゲームでもやっぱ一個一個自分たちができなかったことをやれてることを整理しながらやっぱもう突き進めていくだけなので、まあなんかもう本当にこう何連勝みたいになってるなんか言葉のなんかちょっとしたものだけだと思ってるんで、まあ明日また見に来てくれるファンの方々と僕らまたこうやって応援してくれる方みんなたくさんいると思うので、まあまず明日また勝てるように戦っていきたいなと思うので応援よろしくお願いします。
はい、まあ、緊張が結構勝ってたんですけど、まあ、サスさんからもっと、まあ、楽しめっていうふうに声をかけていただいて、まあ、本当に自分が出た時はミスを恐れず、まあ、ミスはしても先輩が取り返してくれるし、もうすごい心強いので、自分はアグレッシブにプレーしてチームに勢いをもたらすことが求められていることだという認識したので、そこをブラスターズやっていきたいと思います。でも本当に自分が何不自由なく自分の思い通りに好きにやってこいって言ってくれる先輩だったり、監督のスタッフの方なので、すごいそこを思い切ってやってますし、もう自分がミスとかちょっとした時とかもすぐ先輩たちだったりコーチ陣が声をかけてくださるんで、自分につながっていると思います。まあ、勝ち進んでいくにつれて、まあ、結構スタメンの方だったり主要なメンバーの方も結構マークが寄ったりしてくると思うんで、そこで自分がポッて出て、流れを変えることだったりきっかけができると勝利に近づけると思うんで、まあ、自分にできることを全力でやっていきたいと思います。今日はもう本当に気持ちいい、自分が一番打ちたいシュートでフィジャンプッシュしてきて引きつけてくれてのトランジションの3だったので、それはすぐ良かったですね。あれはもう入るっていうシュートだと思います自分で。だからやっぱあまりにも最近試合のプレータイムのこともあるから、タイミングでもらえなかったり、意思の疎通ができてないから、こうここでパス出してもこいつは打つのか打たないのかっていう多分とこもあったんで、まあ今日比江島なんかも長くやってるからあそこに出してくれたと思うし、はい、なんかすごく今日のシュートっていうのは、ああいうシュートは確かに打っていけたら自信はあるなっていうのはありますね、はい。7点が差になってもっていうのはやっぱり見てる方と僕らには多分違いがあって、やっぱりやってるこっちはちょっとやばいなっていう、それがいくら7点でも9点でも関係なく一桁になったらやっぱきついなっていう、っていうのはやっぱり天皇杯の前からもちろん来てると思いますし、ある意味そこに危機感を持ったりお通夜みたいになんないくなってるのは天皇杯がやっぱりいい薬になってるんじゃないかなって僕は思ってるんで、はい、だから本当にそういう一つ一つみんなで一秒一秒時を共有してるので、やっぱりそういうことは無駄にしちゃいけないんだなっていうのはありますよね、勝っても負けてもっていう。それがよく田内さんが言う勝っても負けてもねチームなんだからっていうところだと思います、はい。なんか無駄にできないし、やっぱりあの負けってすんげえ悔しいし、結局千葉が優勝しましたけど、やっぱそれをいくつにするもしないもこっちだしっていうところをやっぱ突き詰めていくことが連勝もそうですし、最後のシリーズの、取りたいものを取りに行くというところにやっとつながるというところになると思うんで、はい。まあ本当に一試合一試合積み重ねていくことじゃないですか。明日の試合勝つか負けるか分かんないですけど、もうその連勝云々っていうのは特に価値がなくて、正直クラブレコードとか分かんない B リーグレコードとかマジで価値ないんで、正直それもう優勝しないと何の自分たちがやってきたことも報われないんで、個人成績とか個人のねあれは全然いいと思いますけど、うん、なんかそこにつきますね、はい。いかにこう一戦一戦超えていくか、それが勝とうが負けようがね、まだはそこを取り返せる位置にはいるけど、やっぱその最後の最後 CS でそうなってしまうと取り返せないんで、それまでのこう積み上げというのをどれだけ強固にしていくかってことじゃないですか、はい。今まではやっぱそのオフェンスディフェンスでちょっとミスが続いていくと、そのオフェンスにも影響してたと思うんですけど、でもまあディフェンスでやられようが、その今年に関してはオフェンスの方でのリズムを作れるっていうのがまあ一つ強みでもあると思うんで、まあ、そこはやっぱ今までとの違いでうまくいってる部分というか、もちろんやられちゃいけないところはあるんですけど、でもそこはまあ試合の中でまあ修正できたりっていうところで、っていうところはこの年、はい、いい状態なのかなと思います。そうですね、もう各々の役割っていうのはもうみんな理解してると思うし、やっぱああいう時間帯はまあ DJ だったり僕だったりとかやっぱり流れ取らなきゃいけないと思うし、その反省というのはそうですね、天皇杯の千葉戦で、まあ、できなかった部分っていうのは、まあ、チーム全体としてそこはもう意識しているところなので、まあ、本当最近まあ相手がその時間帯を作った時にまあ慌てずというかオフェンスでそのゆっくり時間をかけてであったりとか、まあ、時にはその早い展開でっていうところをしっかりその見極めながらやれてると思うんで、まあ、本当にあの負けをその
生かしてというか、まあ、いい方向に進んでるんじゃないかなと思います。そこはまあ佳境に入ってきたんで少しずつ意識はするかもしれないですけど、でもまあ、ね、そこはスリーポイントはまあここ最近の僕の強みの一つでもなってると思うんで、まあ、そこに意識がいったところでまだより僕のドライブっていうのが生きると思うんで、まあ、明日はもっとよりドライブとかっていうところで点を取っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、あの今日も明日も引き続きいい流れ持っていけるように自分もオフェンスの方でもディフェンスの方でも貢献したいなと思います。
指導をお願いします。はい、really tough game as a team in moments。こういう試合に勝つということがやっぱそのチームとして、まあ、どれだけこうチームとしていいチームで勝つということが証明できると思うんで。There were some tough moments in that game。今回の厳しい時間帯、まあ、4点差だったこととか、すごい厳しい時間帯あったけど、でもそこでしっかりストップして、で全員が貢献して、しっかり勝ったから、まあ、水曜日また一つ大きな試合あるから、しっかり準備していこう。Yep!どんな点が今日は良かった。まあでもえげつないリバウンドじゃないですかやっぱり。いや仙台さんって本当にあのゲルン選手はねリーグで1位のリバウンドの選手 でしかもあのメンタリティのチームなんで、あのまあちょっとオフェンスリバウンド取られましたけど向こうにも、でもこの痺れるところで、うん、そのオフェンスリバウンドとかその50-50のところで、あの、うん、特にギャビンもねいいところだったし誠もあったしっていうところで、あのそこには痺れたっすね、はい、だから決して本当にこうまた何連勝してるチームっていうメンタリティじゃないぞっていうのを本当選手見せてくれたと思うし、あの素晴らしいファイトでした。まあ心の底ではねやっぱりああまずいなとかってありますけど、もうそのこの間言ってる負けたねあの天皇杯の時からのイメージで、あ負けるパターンこれだよなってイメージしながら、でもどうやって解決していくかっていうのは、まあ、ある程度は準備はしてきてるので、でもその中でだから今日だらそれはまあある意味レギュラーですけど、ここでやっぱチャレンジしなきゃいけない、それこそ引いててねまたね、どうにかずる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 やるよりもやんなきゃいけないっていう、もう負けてしまったのでこの間だから同じことやってもしょうがないなっていうイメージでやってたの で選手たちもだからそこら辺の共通認識があるかなっていう意味で、みんなだからこそいい状況じゃないですか、そのこういう勝ってるけどチャレンジしに行ってるっていう、今日もあの選手もあのコーチングスタッフもそうだけど、はい、そういう意味では本当に良かったかなと思います。はい、まあ本当に直近ね今年連敗してないじゃないですか、あのもちろん同一カードとかも含めて同じ相手とかもないので、むしろそのプライドですかね、なんかどうのこう千葉とかじゃなくて同じ相手に負けてらんないぞっていうところはやっぱりしっかり成長を見せられるようにね戦っていきたいっていう意識なんで、また応援よろしくお願いします。昨日も結構、ね、ディフェンスは高かったですけど、まあ、今日はよりインサイド陣が激しく前から当たってきてるなっていうのもあったし、やっぱ阿部選手を乗らせるとあのこういう、うん、相手も何でもできるみたいな雰囲気が出てくるんだなっていうのも、まあ4戦して4戦何戦したんだろうな、3戦目ですかね、3戦目しましたけど、まあ、初めて阿部選手が乗ったところを見て、まあちょっとやばいなみたいな雰囲気はありましたけど、まあ、だけど全員でそこはカバーしながら、うん、まあ、もうちょい抑えれればよかったですけど、まあ、後半は結構いい感じで守れたのかなと思います。まあ、基本的には最近はそうやって後半はリードして入る場面が多いんですけど、やっぱり良くないことが多いんで、まあ、そこは課題としてあるんですけど、まあ、追いつかれた場面でやっぱり、その時々 その相手の弱い部分とかっていうのを見つけられてるっていうのが、一番でかいかなと思ってて、まあ、それをやっぱりコールするのは DJ だけど、まあ、他の選手も、まあ、こういう相手のウィークポイントとか、まあ、得点がよくできてるコールをやろうっていうのも、まあ、DJ だけじゃなくて他の選手も言うようになってきたし、まあ、そこがやっぱり、まあ、チームとして良くなってきてるのかなと思います。まあ、本当にあの悔しい負け方をしたんでね、あのそこは全員が持ってると思うので、まあ、より、まあ、それが空回りしないように、まあ、自分たちらしさを出せる試合にできれば、まあ、やっぱり強いですけど波に乗ったら強いチームですけど、まあ、そこをやっぱシャットダウンできるのは、まあ、自分たちの強さだと思うので、まあ、今日もディフェンス良かったと思うので、まあ、そこをまた千葉戦でも発揮できればなと思います。ストライク。